ホビーセンター加藤株式会社関水金属は日本の鉄道模型メーカーである。車両や線路に限らず、ストラクチャーや制御機器なども扱う総合メーカーである。ブランド名は加藤。1957年に加藤祐治によって創業された関水金属調工社を前身とする。関水金属は鉄道模型専業であり、 直流2000式の N ゲージおよび4ゲージ16番ゲージの車両、線路、ストラクチャーアクセサリー、制御機器などを製造する。日本国内向け製品だけでなく外国向け製品も製造し、輸出比率は事業の3割を占める。日本向け製品は、子会社の株式会社加藤をアメリカ向け製品は、現地法人、加藤 USA を通して発売される。ヨーロッパ向け製品は、 現地メーカーからの受注生産という形態で製造を担当している。日本では加藤と呼称されるが、アメリカではケイトゥと呼称されることが多い。主な生産国は日本で埼玉県鶴ヶ島市と坂戸市に,に工場を稼働させている。内製化率が高く創業時から自社開発と自社製造に対するこだわりが強い。2004年加藤祐二は、 経営から退き、息子の加藤博士を中心とする経営体制となった。2007年9月現在の執行役員は、創業者の加藤家と国地区下で占められており同族経営となっている。同社の製品は、模型専門店の他に、模型の取り扱いがある家電量販店や玩具店などでも販売されている。系列会社である、 株式会社ホビーセンター加藤が東京と京都にて直営ショップを開設しているほか、ホビーセンター加藤によりインターネット通信販売も行われている。なお、埼玉工場の敷地内には国鉄 EF65 系電気機関車の先頭部、カットボディが展示されており、この16番モデルがホビーセンター加藤で発売されている。創業から N ゲージ製造開始まで、 加藤裕二は1949年に交通博物館で開催された鉄道模型コンクールにおいて法芸時の車両が入賞したことがきっかけとなり実家の加藤金属から独立し1957年8月東京都文京区関口水道町に鉄道模型用金属部品工場を起こしこの地にちなんで関水金属調工車と名付けた 当初はドロップホージングにて、ホーゲージの台車枠などの部品を、他社向けに OEM 生産していた。加藤は1960年代初頭、普及型鉄道模型の量産を計画し、小型鉄道模型の構想、開発に着手した。当初、TT ゲージの C50 を試作したが鉄道模型趣味し、主筆であった山崎企業のアドバイスで、1964年には、 N ゲージ完成品分野への進出を正式に発表し、翌1965年に射出成形によるプラスチック製の国産初の本格的 N ゲージ製品として国鉄 C50 形状機機関車とオハ31計客車が発売された。当時は小型模型に適したモーターやネジ等の部品がなく工作機械も未整備だった黎明機に 独自の設備と技術の自助努力によって模型を作り上げた。1965年から使用されているロゴネンプ車用線路、ストラクチャーアクセサリー、制御機器などを展開している。製品はほとんどが車室成形によるプラスチック製である。動力車には一部金属製部品を使用している。最も開発に力を注いでいる分野である。基本的に自社で設計し、 精密金型加工技術などが駆使され、製造から塗装、組み立てまで自社で一貫して行う。1980年代後半より、まだ普及途上であった、カナダドル、CAM を導入し、高品質の製品を供給した。1990年代以降の設計の製品については、フライホイール、加藤カプラー、サスペンション機構、 DCC フレンドリーなど新機軸を積極的に導入している。販売形態は一両ごとの単品ケース入りの単品販売と実写に類似した編成を再現するのに必要な車両をセットしたセット販売の2形態がある。かつては塗装済みキット形態の製品や未塗装の製品も存在したが、現在は塗装済み完成品のみとなっている。 屋根上機器を中心に購入者による後付けパーツが多く、方向膜などのシール類も選択式となっていたが、2000年代後半からは、すべての部品が取り付け済みかつ行き先表示も印刷済みで、購入後すぐに運転が可能な製品を増やしている。車番表記は印刷済みのもの、インレタが添付され購入者が自由に不満可能なもの、ブロック型の選択式、 ナンバープレートを購入者が取り付けるものなどがある。車両を構成する部品の一部を補修用として、アシーパーツの名称で販売している。ただし、近年は、共通部品を除いて、予約方式の受注生産に変更されている。日本型車両 N ゲージ日本型 N ゲージは、加藤雄二が、小型鉄道模型の参入を企画した際に、鉄道模型趣味主筆の山崎企のアドバイスによって、 縮尺1、150、期間 9mm とした。1965年に C50 形状機機関車とオハ31系客車を発売して、以後、新製品と再生産を織り混ぜながら展開してきた。カタログモデルだけでも、国鉄時代から現在の JR までの多岐にわたる製品群を持つ。ただし、私鉄の車両は同業他社と比べると少ない。 また、JR 貨物の新型電気機関車については、量産化に至らなかった EF500 系、ED500 型を除きもらしている。バブル期には、近鉄2万1000系や651系等の一部製品に、あらかじめ室内等を入れて販売していた。2018年現在は251系、スーパービュー踊り好みとなっている。日本型 N ゲージの蒸気機関車モデルには、 日本型 N ゲージの基準となる縮尺1-150を少しオーバーする縮尺1-140ほどの製品が多い。これはかつて蒸気機関車本体に内装できる小型モーターが存在せず、キャブ内にモーターマイナスを収めるためだったが、これに合わせる形で他の機関車や貨車製品もオーバースケールとなっていた。 2007年にリニューアルした C62 を初の縮尺1、150の蒸気機関車として発売した。なお、国鉄型電車、機動車の古い製品では、所属表記が関水という社名にちなんだ架空のものになっているものがあるが、近年の製品は実在のものに変更される場合が多い。車両ケースは一両ごとに入れる単品ケースと複数の車両 単品ケースはプラスチック製で車両の形に合わせたプラスチック製の中敷きが入れられている。ケースの上下面には積み重ね可能なリブが付いており、一部を除きサイズを統一している。ブック型ケースは4両収納可能なものと8両収納可能なものの2種類ある。また、蒸気機関車に限り蓋の自社ロゴが赤になっており、他の製品はロゴが青となっている。 方ゲージ製品には、方ゲージと表記されているが、規格としては、縮尺1、80、期間 16.5mm の日本型16番ゲージ規格を採用している。国鉄時代の電車や、機関車、貨車などを出しているが、同業他車と比べると車種は少ない。私鉄の車両は、近鉄アーバンライナーのみである。車種は少ないものの、d 十一蒸気機関車のように、 シリンダー前後の構造を従来の他社16番ゲージ製品とは変更支給曲線に対応させるといった点に同社のこだわりと技術を垣間見ることができる。車両ケースは単品販売、セット販売のものは紙製でケース内に車両の形に合わせた発泡スチロール製の中敷きが入れられている。複数の車両が収納可能なケースは アタッシュケースタイプで3両まで収納可能なプラスチック製である。中敷きは付いておらず、紙製ケース内の発泡スチロール製中敷きをそのまま入れる。輸出向け車両スイス国鉄利460系電気、機関車、アムトラックアムフリート客車場、アムフリートアイ、下、アムフリート2オーベ向きにホーゲージや N ゲージを輸出している。かつて加藤は、 N ゲージ開発販売当初の1960年代後半から、イタリアのリバロス氏、アメリカのアトラス、コンコルと提携して、ハドソン型蒸気機関車や、ログカーやカブースなどのアメリカ向け製品を生産していた。また、コンコル社に、ペンシルバニア鉄道塗装のキハ20系機動車や EF70 系電気機関車を輸出していた。技術の向上、確率により、 国外でも評価が高く、多数の鉄道模型会社がひしめくヨーロッパにおいても、他社に引けを取ることなく、TGV やタリストにおいて高い評価を得ている。アメリカにおいては特に旅客車や、その牽引機の製品化に積極的であり、現代のアムトラックや、往年の各社の看板列車を製品化している。貨物車についても、コールポーターやダブルスタックトレインなど編成物のセット販売が、 主体である。ユニオンパシフィック鉄道の機関車側面に見られる、正常機などを、細かな印刷表現を売りとしている。人気のある車種においては、再発売までの周期が長い場合、プレミアがついて、小売価格よりも高価格で取引される場合もある。ドイツ鉄道の ET425 近郊系電車で、用いられた連接構造、アムトラックのアムフリート用、 パイオニア3大社のように外国型で培われた新技術が日本型製品にフィードバックされることもある。特殊な製品、編集通常販売品な他に N ゲージにおいて以下の特殊な製品群が存在する。特別企画品、編集加藤製品の色替えを行ったもので、金型はオリジナル製品と同じことからタイプとして発売されるものが多い。 特別企画品として販売された製品であっても、後に通常品として再生産された製品もある。なお、通常販売品との共通部品を除いて、補修用パーツの販売はない。長らく限定品の製品はなかったが、2012年4月に E2K 東北新幹線はやって、全線復旧一番列車と題し、2011年4月29日、 東京駅6時40分発、早手115号に充当された E2K1000 番台 J59 編成が限定品として製品化され、売り上げの一部が日本赤十字社を通じて東日本大震災の被災地に寄付された。レジェンドコレクション編集2005年から鉄道史を語る上でのエポックメイキング的な昭和時代の名列車を中心に、レジェンド、通常の製品と異なり、 緑色単色のスリーブの代わりに、イラスト入りの化粧箱に入れられた状態で販売される。特別企画品扱いであり、原則として再生産されず、アシーパーツの設定もない。ベストセレクション、編集同社は、始めませんか鉄道模型のキャッチフレーズを掲げ、鉄道模型の入門者向けとして身近で、親しみやすい、新型車両を中心に、ベストセクションと設定して、 カラフルな紙製パッケージにまとめた3から4両セットを主体に継続的に生産している。加藤 USA でもスターターシリーズとして同様のパッケージにて商品展開をしているが、こちらは継続的な再生産を前提としない各年ごとのクリスマス列車が含まれるなどベストセレクションとは異なる点もある。ほぼカストムズ、編集、加藤 USA 向け製品として 一般流通品と異なる塗装や仕様の車両をカスタム商品として過去に発売された製品としては M-497 カルトレイン客車などがある。詳細はオンラインストアを参照。ポケットライン、編集小型の動力を使用した2軸の小さな車両を題材としたシリーズ。ヨーロッパ風の蒸気機関車列車をモチーフとしたチビロコ、チビ客車。 二連の警戒電車風路面電車の、チビ電、産業用を思わせる、デザインの突型電気機関車、チビ突、無害化車、チビ化車がラインナップされている。動力ユニットの分配もされており、バンダイのビートレインショーティーシリーズ企画時には、加藤の協力を得られたことにより、この動力に合わせて、全長約 60mm に決定し、交換用 N ゲージ化パーツとして指定された。 一連のシリーズ製品の発売は1982.83年と古いが2010年以降リニューアルされ新たな塗装スタイルとなって商品展開されている2011年12月のポポンデッタ限定製品 SL コーヒー列車セットや2018年のレムケ加藤限定製品 BBBR88 などの特定機を再現した製品を製造した 2019年10月には、コアレスモーターの動力にリニューアルされた。特定路線シリーズ、編集オリエントエクスプレス88、編集2008年12月に来日20周年を記念して、オリエントエクスプレス88を発売。2014年には、パリから香港までを走行した時の仕様が発売された。これは、日本走行時と仕様と金型を変えている。 同時に、箱根ラリック美術館に保存されている、プルマンカー4158号車も発売された。2018年2月2日には、来日30周年を記念して、再生産が発表された。特殊な装備、編集新機構の開発に、意欲的で、付加価値の高い装備を施している。国内はもとより、日本国外の製品とも差別化を図っている。 特許を取得しているものも多数存在する。カプラー従来の N ゲージに標準搭載されていたアーノルトカプラーが実物の連結機と比較して実感的でなかったため新たに考案されたものである。アーノルトカプラー搭載車両と比較して加藤カプラー搭載車両は連結面間隔が狭く実感的である。自動連結機系のものや 密着連結機形のものなど様々なタイプを開発している。このうち密着連結機形のものは車体に取り付ける構造の伸縮密連携があり、これを採用した車両はより狭く実感的な連結面感が再現されるほか、従来は台車に直接カプラーが取り付けられていたため表現できなかった車体端の機器類が表現可能となる。 高ゲージでも同様の構造のカプラーが採用されている。従来品と比較して、電繋がなくなっており、TN カプラーに近い形状をしているが、従来品、TN とは連結できない。西部4万系電車より採用されている。スイスの氷河特急、グレッシャーエクスプレス用のカプラー蒸気、加藤カプラーの自動連結機のものは、前述の通りアーノルドカプラーより、 実感的ではあるものの実物の形状には及ばず、また車両を突き当てた際の自動連結はできるものの、石水金属が代理店として取り扱っていたマイクロトレーンズ社のマグネマティックカプラーのように線路に埋め込んだ磁石を用いた自動解放ができなかった。そこで新規に開発されたものがナックルカプラーで実物の自動連結器に似た外観に自動連結、 解放機能が備えられ、外国向け製品から順次採用を開始した。後に、自動解放に必要なトリップピンを装着するための開口部を省いたものを、日本国内製品向けに使用開始、現在は、加藤カプラーに代わる標準カプラーとして、機関車などに採用している。加藤カプラー自連型やマグネマティックカプラーとも連結が可能。従来の加藤カプラージレン型や、 ナックルカプラーとは異なり自動連結、自動開放は不可能なものの、極めて実物の密着自動連結機に似た外観、大きさを実現したもの。台車ではなく、車体に取り付ける構造のみで、また加藤カプラー自連型やナックルカプラーとは構造上連結が不可能であるが、それらを必要としない固定編成の客車や特急系機動車の中間連結面などに採用した。 伸縮密連携と同様、より狭く実感的な連結面を実現できる。多種類のカプラーを搭載した車両と連結する場合は、連結機自体を付属、もしくは別売りのパーツを購入し、上記のナックルカプラーもしくはアーノルドカプラーに交換する必要がある。新幹線車両の先頭部連結機の構造を再現したリアルな連結機構。ただし操作は、 線路上で行うことはできない。e 5系、e 6系では採用されず、トムックスと同様に、先頭部分が外れるタイプとなっている。新幹線車両の中間連結部に採用されている。貫通ホロ自体に連結機能が備わっている。e 3系の中間連結。構造としては、在来専用の加藤カプラーと、ホロ枠が一体化したものである。E5K。 E6 系に採用されたものは、バネを内蔵することによって中央部に戻る機構が備わっている。走行機構 E351 系電車から採用した曲線上で車体を強制的に内側に傾ける機構で、フライシーマン製品とは方式が異なる。実車通り車種により、振り子機構と車体傾斜機構の呼び名が使い分けられている。 終電用の金属板を板バネとして使用し、台車や車軸に荷重を加えることで車輪踏み面を線路に押さえつけ走行安定性を高め、脱線や一層を防止線路と車輪の接点を保持して安定した終電を行う機構。近年の新製品では、機関車、電車、客車、機動車、貨車など車種を問わず、標準的に装備している。フライホイールによって、 モーター回転軸の完成を保存し、動力車に無通電区間の投波性能を与え安定、した、推進力を与える機構。走行に安定性が増すほか、より滑らかなスロー走行が実現する。1989年より導入し、2004年に生産休止品を除くすべての電気機関車とディーゼル、機関車で装備を完了した。さらに2005年から電車とディーゼルカーで、 標準装備が進められている。車軸端の軸受け部分が走行中に実物と同じく回転する機構。走行用模型として課題になりがちな車輪のフランジを従来の車輪より低くし、また車輪の厚さを薄くして形状を実感的にしたもの。基本的には黒ニッケルメッキによる黒染め車輪となっている。なお、この車輪を用いた車両は線路状態や重量によっては 従来の車輪を装着した車両よりも脱線しやすかったため、新規性産分については、下記の車輪に変更された。ただし、手重など、構造上高いフランジの車輪が使用できない車種では、ローフランジ車輪や、それと同等な低いフランジの車輪が引き続き使用されている。上記のローフランジ車輪の代替として導入したもので、ローフランジ車輪のフランジを少し高くして、 走行安定性を改善した。現在生産されている車両はこの車輪が標準として用いられる。基本的には黒ニッケルメッキによる黒染め車輪となっている。外観の追求ライトユニットに LED を採用し、小型化して床板内収納式とし、電車の運転台と客室部分との仕切りを再現した。国鉄1 0 1系から採用した。 ライトユニットの周りの円筒形状の台座に3から5種類のトレインマークを印刷したフィルムを取り付けている。トレインマークは枠を回転させることにより変換可能。一部の国鉄型電車、客車に装備されている。機関車先頭部のライトケース部分に磁石を仕込み、磁性体を入れて成形したヘッドマークを容易に脱着できるようにしたもの。 ユニトラックも参照吊り下げ式のブリスターパックや紙成形推理で販売される。9mm ゲージ参入当初は固定式線路のみを展開していたが、後に同章付き、組み立て式のユニトラックを発売した。同章なし、フレキシブル線路も含め固定式線路は2010年現在でも発売されている。ユニトラック編集詳細はユニトラックを参照ユニトラック。 手前は、ジョイント線路、ユニトラックは、プラスチック製の銅床付き、組み立て式線路製品の総称で、直線、曲線、ポイントなどの各種線路が用意されている。単品販売やセット販売以外に、車両と制御機器が加えられた、スタートセットにも含まれる。1980年に N ゲージ用が発売され、当時の銅床は、薄茶色の成型色であった。 1987年に枕木に彩色が施された明灰色塗装の銅章に変更され、89年にはグッドデザイン賞を受賞した。ホーンゲージ用は1986年に発売されたが、枕木と銅章部分が別パーツであったため、重い車両を走らせると線路全体がたわんでしまうことがあった。後年 N ゲージ用と同様に枕木と、 同床部分が一体成形となり、強度が増したため問題は解消された。N ゲージ用の線路には、同床なしの自社の固定式線路や他社規格の線路を接続するためのジョイント線路を発売している。基準 N ゲージは直線 248mm が、方ゲージは直線 246mm が基準の長さとなっている。伏線とする場合の間隔は、 N ゲージでは 33mm、4ゲージでは 60mm である。N ゲージの未伏線レールを発売している。車両とユニトラック線路、パワーパックが付属し、さらには追加で購入した車両や線路を収納することができる秘密のポケットが付属している。スターターセットから車両を除いたセット、M1 と M2 の2つを用意している。目的別に、 V1V16 を展開している。線路セットは円のみ。マスタープランセットは円引っ込み線のついたセットである。ユニトラック同士の接続に使用されるもの。当初は薄茶色であったが、ユニトラックのリニューアル時に灰色に変更した。レール同士をつなぐ金属部分も後に変更している。ドイツのティリヒから発売されている t t ゲージ用線路にも採用されている。 ウェブブラウザ上で動作するユニトラック専用の線路配置をシミュレーションするソフトウェアである。他社が有料会員制サービスとして提供していたが、現在はサービスを終了している。ユニトラム、編集ユニトラムはライトレールを用いた未来の街を描くという街づくりを開発コンセプトとし、N ゲージ規格の伏線軌道とシーナリーベースを一体化した路面軌道プレートからなるシステムである。 スタートセットと路面軌道プレートセットを展開している。直線部の伏線間隔は 22mm である。これは既存のユニトラック線路を隙間なく2本並べた状態と同等で接続も可能である。曲線部分は内側線、外側線ともに同一曲率であり、90度ごとに外側線の曲線開始部が若干オフセットしている。そのため、 曲線開始部から45度のプレート同士の接続点で伏線間隔が 33mm となる。路面軌道プレートの軌道面の高さはユニトラックと同一に設計している。なお、ユニトラックの標準的な伏線間隔は 33mm であり、従来のユニトラック伏線線路やポイントなどと直線部で接続する場合には伏線間隔の変更が必要であるが、 そのための接続線路も用意されている。近年はアメリカのデジトラックス社と提携して DCC に対応した入門用コントローラー D101 なども展開している。DCC 用の車載デコーダーをワンタッチ装着可能とした DCC フレンドリー対応の製品も多く発売している。2006年以降の欧州向け製品はネム規格に適合済みである。 伝統的な直流 12V 制御方式では、パワーパック、新コントローラーシステムに加え、リアルな質感を備えレバー操作で、軽器類が連動する運転台系コントローラーを発売している。従来の自社直流制御コントローラーを DCC コントローラーに接続させる仕組みで、デジタルコントローラー D101 に装備される。直流電流を変換して、制御信号として認識させる。 システムのこと。サウンドレコーダーを内装した車両は走行スピードに応じてエンジン回転ピッチ音などを変化させながらリアルに走行する。スロットルからの指示によって気的、警的、連結音、きしみ音などを自由に鳴らすことのできるシステムである。別売りのサウンドセットを購入し、パワーパックと連動する形で走行スピードに応じて、モーター音、エンジン回転ピッチ音。 蒸気機関車の音などを変化させながらリアルに走行する。スロットルからの指示によって、気滴、警滴、連結音、きしみ音、アイズブザーなどを自由に鳴らすことのできるシステムである。音声の外部出力や、本体からの外部音声の再生も可能。DCC には、対応。よ九1975年から80年代初頭までは、日本型 N ゲージレイアウト作りのための、 システム商品を自社ブランドで展開する。また、日本国外の低計画者のレイアウト用品を自社パッケージブランド化し幅広く投入している。ホーゲージでは人形のみ発売している。ストラクチャーかつては車両開発にはかなり積極的であったものの、ストラクチャー類に関しては消極的でヨーロッパやアメリカの輸入キットに頼っていた。1980年代から 国産のストラクチャーを徐々に展開し始め、90年代には、駅舎やプラットフォームといった鉄道シリーズのほか、住宅などの一般情景用品も扱うようになった。e g キットと呼ばれるキット形態と、完成品形態のものを展開している。1970年代の鉄道施設や街並みを再現するローカルストラクチャーシリーズは、蒸気機関車時代に強みがある。一部アトラス。 ファーラー製品も含まれる。過去には、ヘルヤンやホルマー、キブリ製品も輸入販売していた。ジオタウンプレート上に街並みを再現したシリーズで、完成品形態で販売する。いわゆる、お座敷運転でも、建物やプレートを並べるだけで、風景付きレイアウトの雰囲気を楽しめる。駅前施設のほか、レストランや商業ビル、公共施設など幅広い。 郵便自動車や人形などのアクセサリーが展開されている。一部の製品で中国生産のものが存在する。レイアウト用材料樹木や草地、地面、ユニトラック用バラストを自社展開している。一部の保、ウッドランドシーニックス製品も含まれる。1980年前後から、おおむね3から4年ごとに、加藤鉄道模型総合カタログを発行していたが、 2008年からは公式ウェブサイトでの情報提供が充実されたことに伴い車両製品についてはその年の新規生産予定のモデルや再生産を予定している車種を中心に掲載しカタログを毎年発行することになったユニトラックやレイアウト用品制御機器は生産時期を問わずすべて掲載されているカタログに未掲載の車両製品については 加藤 N ゲージアーカイブス鉄道模型3000両の世界で保管することにしている。また、それ以前は、期間発行の小冊子、加藤ニュースで新製品情報を保管していたが、通算99号を最後に2015年現在、発行は休止状態となっている。一部の冊子では、アルファベットの N の文字をモチーフにした N 次郎がマスコットとなっている。口癖は、タイなのだ N。 詳細は、ホビーセンター加藤を参照自社製品を主に取り扱う、ショールーム店舗で、系列会社の株式会社ホビーセンター加藤が運営する。店内にはレイアウトが設置され、自社製品の展示と販売が行われる。顧客との対面窓口としての性格も強く、故障修理をはじめとする、アフターサービス受付を担当する。また、アシーパーツと呼ばれる。 工場組み立て部品の品揃えに絶大な強みを持つ輸入ストラクチャー製品やレイアウト用品の取り扱いも豊富である。なお、1977年に東京都新宿区高田の馬場,場に開設されたショールームは、1986年に新宿区西落合の加藤社屋内に移転し、ホビーセンター加藤東京店として集約された店舗ビル建て替え工事のため、 2012年12月18日から2014年2月16日まで、歌舞伎町で仮営業し、同年2月22日に、加藤本社新社屋内にリニューアルオープンした。過去の店舗として、大阪店、大阪府水田市豊津町12番15号があったが、加藤京都駅店への移転のため、2016年3月10日を、もって閉店。 大阪店は1980年代には大阪市何区南波中の南海南波駅近くにあったラウンドハウスホビーセンター加藤のオリジナル製品のブランド名である。ただし、ラウンドハウスブランドで発売されている車両は一部を除いて赤水金属製品の金型を使用しているため実車と異なる部分がある。そのため製品はタイプとして販売している。 加藤カスタムシャップ近年 DCC の取り扱いを本格化していることに関連してホビーセンター内に加藤カスタムシャップを併設パーツやシールの取り付けを優勝で受け付けるほか DCC 導入の相談や加工サービスを提供している保存者東京都の店舗の敷地内には k 二2 3 0軽電車を展示している車内は原則非公開だが 近年はイベントで公開されることがある。注釈出典。ありがとうございます。